メガタン TV。 はい、皆様こんばんは。11月25日22時40分頃かな、50分頃か、40分。はい、 D ヘッド 2g にまたもやガルプチギンググラブ黒、そしてまたもやローソンが見える場所、小名浜メバル情報、市場にはイカ釣り船がいる。で、今日は昨日と全く違うのが、昨日は満潮からの下げ始めてちょいちょいぐらいの時間、今日は干潮が23時半かぐらいなので、もうほぼほぼ干潮で、このローソン前のこの場所はもうそこが見えてます。で、とりあえず今一回当たったんだけど、とりあえずどんな具合か見に来ましたが、おい、よいしょ、メバルちゃん追伸、多分そこね、50センチもないと思うぐらいのところにとりあえずいました。いいよいいよ、ローソンで若者がハハハハと笑って遊んでいますね。今何頭目、何頭目っていうか2落とし目みたいな。で、こっち側は多分メバルちゃんあんまいないと思うんで、ごめんね、高くて。なわけで、一旦シーズン、まあシーズンっていうかね、冬場のまぶしいメバルちゃんっていうのは、小名浜のこのワンオークメバルちゃんっていうのは、ここの漁港の中に入ってきたとしたらね、そんなにあんまり外に出たりしねえんだよ。この辺近辺にはいる、どこかに。だから干潮の時釣れやすい場所、釣れやすい釣り方、満潮の時釣れやすい場所、釣れやすい釣り方ね。で、流れがどういう風に当たってるか、そういうのを意識しながら釣りをすると釣れますよと。で、今なんで俺ここの角っこの目の前のね、船のロープがあるんで、キャストはあんまりできないんですけど、やったかというと、ここの下にはちょっとゴニョゴニョっとかき貝がいつもの場所よ、いつもの場所というかね、普通のボトムより多めにあるんですよ。なんで、そこに干潮になって隠れてるであろうメバルちゃんをいないかなと、ショートピッチでキャストして、ゆっくり、要は、ほぼほぼね、ホールっていうか、カーブホール気味にスイミングで釣れるかなと思ってやりました。で、1匹釣れたわけであります。でも、こういうもう潮止まり近くてね、あんま釣れそうにねなった時はもう足で稼いだ方がいいです。もうワンキャストして反応なかったらもう次の場所、ワンキャストして反応なかったらもう次の場所、そんなイメージでキャストしてってください、ね。見切りも早いメガサブですから。なんでかっつうと、もう年がら年中ね、ほんと10分15分しか釣りしねえんじゃねえのっていうような釣りばっかりしてることが多いので、要は効率よく短い時間でも1匹でもいいから魚が釣りたい人向けね。うわ、すげえイカ釣り船がいっぱい入ってきましたよ。あれ、こっち照らしたかな、さっき。もう次から次へと歩きます。で、こうね、船の近くとかね、釣りするとき船のロープとかをしっかり確認して、ね、引っ掛けないように気をつけて釣りをしてください。間違ってもしも引っ掛けちゃった場合は、なるべく針をね、残さないようにどうにか取れるんだったら頑張って取ってください。どうしても取れない場合はね、本当はこの船のところに針紙しといて、すいません引っ掛けちゃいましたっつって書いといてあげると、
漁師の方も分かりやすいと思うんですけどね。釣り人のためにある漁港じゃなくて、ね、漁師さんのためにある漁港というのは、喋りながらとりあえずまた釣れましたけど、はい、こんな感じですげえ船がバックしてます。船の音がうるさくて俺の声が聞こえないかもしれませんが、何分経ちました？何分？ごめんね、高い道から。ほんで一応昨日やった小名川加工を一応投げます。多分釣れねえと思うんだよな今日は。水位がもう完全に昨日よりもう1メートル以上下がってるんで、超キャストしたポイントは浅くなってます。なんであんまり引っ掛けたくないんで、おー当たりません。メバル釣りをしててジグヘッドとかで引っ掛けたり、プラグやって引っ掛けたりね、無理やりボトム周辺をやるから引っ掛かるわけで、投げたらすぐ巻きゃ引っかかんねえですよ、ね、でそれで釣れなかったら本当カウント1ずつ落としてって、仮にカウント10とかでボトムに当たっちゃったっつったらばもうカウント10はやめて、そっから上だけやってればいい。そしたら引っかかってなくすことはないんですよ。それを無理くしボトムをやろうとするからかかってなくすんですよ、ね、ボトムはもうそれを慣れてね、ある程度スキルが上がってからやればいいことで、メバルに関して言えばそれはね、ボトムで釣れるとか言ってる人らもいますよ。確かにボトムで釣れますよ。でも初心者の方は無理してボトムやる必要はありません。投げます、着水します、巻きます、これでいいです。これで十分釣れますから、これで十分釣れるんです。なので無理していろんなことをやりすぎないのもメバルを釣るコツであります。釣ってるけど、釣んねえ、やっぱり釣んねえ。やっぱりね、ちょっとあまりにもドカンチョすぎるよこれ、ね、投げて着水て巻くんですよ。かっこいいことはしなくても投げて着水で巻くだけで釣れちゃうときは釣れちゃうのがメバル。でも今日は釣れない。いやマジで釣れねえわ。いやガンガンイカ釣り船が入ってきてます。ガンガンイカ釣り船が入ってきてるんで明るいのはいいですが、そんなわけで昨日よりがっつりちょっと立ち位置変えて、小名川のこの青い水のなんか橋みたいなのには引っ掛けないようにしてくださいね。マジでいねえわ。昨日ねポロポロ釣れたんだけどね、昨日ポロポロ釣れましたが、今日は手前に見えたのポロポロっと2匹で終了です。終わる？もう10分経った？ 10 分以上の動画にはしたくないんで、はい、なわけで最後角からの角から角に向けてのキャストで終わります。おりゃ着水しました。もう巻きますね。巻いて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 。
釣れなかったらやめればいい。はい、すいません。なんか悔しいね。なんか悔しいから、この角度はどうですか。この角度で一回浅いからボトムに行きそうだけど、ちょっとリトリーブを遅めにしてボトム付近からちょんちょんと上げてのユイーン、コンってこねえのかい。ほらね、ちょっと切り抜くとこで引っかかんない。切り抜くと引っかかる。超浅くなってなんかチャパチャパいってる。はい、そんなわけでリアル小名浜メバル情報でした。干潮潮止まり手前は反応がほぼありませんでした。以上。ご視聴ありがとうございました。